いやいよいよだよ。てかもうのっけから、まあないと思うけど、もうアトラスさんのことだからこれが最後ってことはさすがにないけどね。まあでもこのストーリー上だと一応ラスボスみたいなね。12体目のシャドウか。終わったのか。作戦終了と言いますか、任務完了でありますね。まあ、一見落着したわけではないけど、まあ目標のあれやな、12体のシャドウは倒せたな。ああ終わったな。ところで霧城先輩、明日の夜は祝勝会するんすよね。なんだ気が早いな。もちろんその予定だが、どうした。そのうまい寿司とか食いたいななんつって。いやマジ順平 MVP やから寿司ええよ。ガチ偉かったもん途中。分かった分かった。それじゃあ明日は特上品を運ばせよ。この景色ももう見納めなんだな。いやねえ、アトラスさんがそんなすんなりと終わらせてくれますかって話よこれ。忌まわしいと思ったことしかないが、不思議と名残惜しい気持ちになる。うん。わすごい。すげえ。うまそう。これが特上の寿司か。そういえばアイギスさんは、いくつ来るの見かけませんけど。ね。アイギスなら細かい調子がどうとかでラボへ出てる。あ、そうなんだ。いくつきさんはその付き添いだ。あ、後から合流するらしい。あ、じゃあ待っとこう。わ、食べたね。はい、注目。お腹も膨れたところで記念写真撮りたいと思います。いいこと言うな。すいません、雷のツッコミみたいな言い方しちゃった。ああ、いくつきさんとアイギスまだだっけ。まあ来たらまた取りゃいいか。まあね、一旦ね。え、かわいい。決めポーズ。な、おい手をどけろ。それ残っちゃうよ、いいの。俺、まともに映ってない。ね、一瞬すげえ。一瞬すげえ。めっちゃいいなの。わあ、いいな。これでね。おー、もう物語ってるよ。まだこの段階で7だということが、この後に潜む物語を物語っているよ。もうすぐ0時だな。そっか。お、影時間来たぜ。おい、んだよこれ。やっぱりじゃん。ちょっとなんか聞こえない。これ鐘の音どっから。いくつきはどこにいる。え、なぜ何も言ってこない。ま、え、もしかして、アイギスを連れたまま何の理由で遅れているのだ。理事長マジで。だったらやばいよ。え、あ、え、いくつきさん、嘘でしょ。アイギス、あんたどうしてここに。いやもうやばいって。嘘でしょ。もう何してんの。12のシャドウを倒せば影時間が消えるというのは偽りだった。最初から知っていたな。さすがだね、キリジョー君。おい、マジかよ、ほんま。でもさ、私言ったよ、
オープニング映像の時にはこいつめっちゃ裏切りそうとか言った。うわ、おしゃれだなマジで。わ、なんか黒幕っぽいな、なんか。いや、クソつまんねえ親父ギャグ言うから、こいつはネタキャラなんだと思ってたのに、マジか。お前マジで一生空気椅子しろや。影時間もタルタロスも不慮の事態で消えなかったわけじゃない。消えるはずがないのさ。何しろ今までの戦いはそんなこととは逆の行いだったんだからね。逆？12のシャドウは破片、もともとは一つになるべきものだった。しかし君たちが全てに接触したことで、それらは再び一つに合わさったんだ。間もなく蘇る滅びを呼ぶものですと呼ばれた究極の存在がね。何を言ってるんです、一体どういうつもりなんだ。え、ファレロスってこと？え？絶望に満ちたこの世界に全ての終わりが来るのさ。おい、顔悪すぎやん。全ての死、しかしそれは全ての始まりでもある。滅びによってしか救われない。うわー、もうマジかよー。おい、もうアトラスの優しい音なんか信じられない。人当たりのいい大人だいたい裏あるもん。アトラスのちょっとぶっきらぼうな方がいい人やもん。アトラスの大人は。ちょっと聞きたいんだけど。ゆかりち、なんだい。10年前のお父さんの記録、飛び散ったシャドウを倒せっていう、あれも嘘だったってこと？ああ、この記録は実際に本人が残していたものさ。もっとも意に沿わないくだりには手を加えた、ね、もう終わっとるこいつ。何？アイギス、さあお前の役目を果たす時だ。彼らを捕らえ、滅びへの生贄とせよ。了解しました。うわ、出力最大。アイニス、どうしちゃったの？アイニス、ねえ。うわ、行きます。おーい、マジちょっと怒涛すぎ展開が。でどういうことだ？パッパ、イクツキ、これは何の真似だ？見ての通りですよ。彼らには滅びの先駆けとして生贄となってもらう。貴様、正気か？父は間違っていたのだ。死が人の救いだなど継ぐべき思想ではない。うわ、パパ、愚かな。あなたはもう邪魔なだけだ。アイギス、アイギス、何をしている？アイギス、私は、アイギス、もういい、私がやる。終わりにしてやる。
まだ目覚まさねえのか。やるんだアイギス。出来損ないの人形がこれで転ばる。これまでだ理事長。なぜわからない。今の世界で希望や生きる意味を探し出すなんてもう無理なんだよ。こんな世界はやり直さなきゃダメなんだ。私は次の世界の王になれる。もう少し、もう少しだったのに。以前、お父様は言っていた。私たちの代にまでリスクを負わせた責任は、命に代えても果たすと。でも私は、お父様に生きていてほしかった。いやだって。チュル先輩聞いたことない叫び方してたもんな。私はこの人を守りたくてペルソナ使いになったのに。いや、ちょっと待って、苦しすぎ。へいへい、ちゃうよ、マジで。